ウィリアムソン支援は、北海道浦河町出身のスピードスケート選手。山形県の山形中央高等学校に進学し、ソチオリンピックの日本代表に選ばれた。現在は、日本電産・三教に所属、長野県に在住。2016年の高校総体のパシュートで2位となった、ウィリアムソンレミは妹。性について、 選手登録していた名前はウィリアムソンと小さいを用いた表記だが、戸籍上はウィリアムソンである。また、2017年10月、選手登録の名前も戸籍に合わせてウィリアムソンに変更している。オーストラリア出身の父と日本人の母の間に生まれる。名の由来は、父が好きなアメリカの西部劇映画のシェーンからである。 父は競争馬の調教師であり、ウィリアムソンも幼少時より乗馬に親しむも、牧草アレルギーのためにその道を断念した。小学生の頃からゲームが得意分野であったために、将来の夢はプロゲーマーであった。特にモンスターハンターが好きであった。当時はゲームの技術力で彼の右に出る者がいないほどであった。小学、中学時代のあだ名は、タムソン、白米、 マイケルであり、非常に友達から親しみを保たれていた。初めて好きになった音楽は、ザ・オフ・スプリングのザ・キッツ・アーント・オール・ライトであり、YouTube で、伝説のモス・ハンター、アルテイメートが流行ったことがきっかけだった。6歳頃からスケートを始め、浦川町立浦川第二中学校の3年の時、全国中学500メートルで3位に入る。中学校では、 他に陸上と軟式野球にも励み、軟式野球では一番、星として北海道で準優勝している。麻生球場では、打率10割の伝説を持っている。本格的にスケートを志し、北海道を出て、山形県の山形中央高等学校に進学する。当初は500メートル短距離の選手であったが、後に5000メートル長距離に転校している。 高校在学中に全日本距離別選手権で3000、5000メートルで優勝し、5000メートルでは日本のジュニア記録及び高校記録となる6分24秒81の記録を持つ。2013年12月28日、長野県の m ウェーブで行われた代表選考会でも優勝して、ソチオリンピック代表選手に選ばれた。高校在籍中に、 オリンピック代表選手に選ばれたのは、スピードスケート、日本男子では、アルベールビルオリンピック出場時の白畑拓恵氏、糸川俊彦以来22年ぶりとなる。また、浦川町出身者では、初のオリンピック選手でもある。父の母国オーストラリア代表からも誘いがあったが、生まれ育った日本代表を選ぶ。2014年2月8日、ソチオリンピックの男子5000メートルに、 日本勢として唯一出場するも最下位に終わった。同年春の高校卒業後は日本電産、三協に入社した。2014年12月の全日本スピードスケート選手権大会で総合153.163点の日本新記録で初優勝を達成した。2016年2月の世界距離別選手権ではマススタートで8位となった。 2016年10月に行われた第23回全日本距離別選手権大会で、ウィリアムソンは5000メートルに出場し、6分26秒75の大会新記録で2年ぶりの優勝を果たした。2017年12月2日、カナダのカルガリーで行われたワールドカップ第3戦にて、団体を射抜きにて、中村翔太、一戸辺聖太郎と共に臨み、 3分38秒65の日本新記録で2位に入った。2017年12月30日、ピョンチャン五輪代表選考会にて、男子1500メートル、マススタート、チームパシュートの日本代表に選ばれた。2018年2月のピョンチャンオリンピックでは、男子1500メートルにて、決勝進出し、10位。男子、チームパシュートにて1回戦5位。 男子マススタートにて決勝進出し11位の結果を残した。2018年12月、ポーランドのトマショフマゾーイエツキで開かれたスピードスケート W 杯にて土屋良介、一野平成太郎、そしてウィリアムソンの3人が組み団体追い抜きに参加し優勝した。2019年2月、ドイツで行われた世界距離別選手権では土屋良介、 一戸聖太郎、そしてウィリアムソンの3人が組み、団体追い抜きに参加。4位の結果を残した。2020年2月、ソルトレークシティで行われた、世界距離別選手権にて、ウィリアムソンは、一戸聖太郎、土屋陸の3人で団体追い抜きに出場。それまでの日本記録を0.67秒更新する3分36秒41となる。 日本新記録を出し、この大会初の表彰台となる銀メダルを獲得した。ありがとうございます。